はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。ワールドボディの攻略解説動画を続けていきたいと思います。本日の内容はこちら。ワールドボディ絶滅モード2024年11月11日の週モスクワ2面を攻略ということでね、また絶滅モードのチャレンジの攻略やっていきたいなと思います。で、今週の2面とモスクワ2面ということなんだけども、ここは最初の報道さえ超えてしまえばなんとかなるかなというところだと思うので、まあよかったらね、参考にしてみてください。まあそこまで難しいステージではないので、まあでも最初の報道を超えるにはやっぱり火力系ですね。火力系が2人はいないと苦しいかなと思うんだけれども、エクスかあとヘルレだね。で、予備でスラッシャーかバンガードがいれば、最後ゲートのところに集まっちゃったやつをチェーンソーでバーってやれば、まあとどめを刺せるということになると思います。だから火力系2人と、まあスラッシング系が1人と、さらに保険を言うならメディックとかフィクサーとか、あとはドローンマスターですよね。ゲーロー感染無効にできるドローンマスターとかいるとすごくいいかなという感じです。で、今回はスクリーマーが結構厄介な場所に湧いたりもするので、スクリーマー特攻のドローンマスターがいてもいいかもしれないけれども、絶滅モードだとドローン1個じゃスクリーマーやっつけられないので、まあスクリーマーをやっつけるつもりなんだったらドローン2つ飛ばさないといけないと思ってください。まあ、それだったら感染無効でメディックでマスクかけてスクリーマーやっつけに行くっていうのがまあいいかもしれないけどね。あとはスクリーマーが湧く場所をなんとなく把握してるんだったら、ヘルレーザーで C4 を置いとくとかね、そういうこともできますので非常に便利だと思います。で、最初のホードのところはもちろん音を立てないというのが重要です。特に車を爆破しないというところで、なぜか仲間がグレネードを投げていたのが見えたんだがなんでグレネードを投げたのかと聞いてみたいところだねグレネード立てて なんで投げたんだということは、こうやってホードが起こっちゃうので、そうすると戦わなくていいホードなんですね、これ本来で、弾切れ起こすことはないと思うんだけど、ダメージとか加算でったり最悪全滅したりとかあるので、まあ、結構野良で分からずに音立てちゃう人とかいるんだけど、車撃っちゃったが一番多いかな。車撃っちゃうと報道が起こるので、まあ、できればやりたくないかなってとこなんだけど、この人たちは相当うまそうなんだけれどもね車最初撃ってないよね。だから分かってる人たちのはずなんだけれども、なぜか今グレネードをポイって投げた人がいたよね。まあ、攻略の解説続けていくけども、途中でブリーチングチャージをブマッチが開けに行ったら、もしブリッジングチャージ持ってたら、そのブマッチが歩き出したのと同時に、どこか近くですね、私が開けたところか今いるところのドアを開けるといいと思います。そしたらブマツコフがウィーンってカッターで開け始めるから、それでホードが起こるので、まあブリッジングチャージで音を起こすとホード起こるから、それをうまく重ねようって話なんだけど、で自分がブリッジングチャージ開けたらブマッチの方に行ってブマッチを守るという感じだね。でも車も何も無関係ないみたいな感じだけどなんかで、私が なんでグレネード投げたんだみたいな感じで聞いたら、何をそんな怖がってんだみたいなこと言ってるから私があれだね、とりあえず別にハンドルできるなら別にいいよみたいなことを言ったら、別にできるって言ってるから、まあいいでしょ実際なんとかなってるしこのパーティー強いからなんとかなりそうだけどね。もし慣れてないのにそうやってふざけて音を立てちゃって全滅しちゃったっていうと、まあブロック対象になっても文句は言えないかなということなので、まあ、結構危ないことをやってはいるんだけどもね、迷惑で困ったちゃん一歩手前みたいなことをやってるねまあでも上手い人は本当に何とでも報道を起こそうが何しようが何とかしちゃうので、まあ、そのタイプのプレイヤーだったら OK ということだね。まずクリアできないということはないでしょう。よっぽどの事故が起こらない限り大丈夫だと思います。これで、でまあ私の場合 X で火炎瓶があるから、この右から来るやつらでね、あいつらを抑えていくということで火炎瓶を投げておきます。で、まあ火力系の人は報道が起こったら前から来るやつらをガンガン撃ちまくってやっつけるということだね。4人で前をバーッと撃ってれば、まず間違いなくやっつけられるので問題ないと思います。で、1人は一応右側だよね、後ろの右側から私が燃やした位置だね、あそこから来るので、あれさえなんとかすれば問題ないです。で、ここは最初探索しないでバーって一気に登ってっちゃうというのも手です。ほぼ確実にゆっくりしてるとスクリーマーが上で湧いて、ここで迎撃していかなきゃいけなくなるので、まあ、ちょっとめんどくさいんですね。まあ迎撃していけばいいんだけれども、そうじゃないんだったらさっさと登ってっちゃって、
そう、それで下から来る奴らを迎撃するっていう方が簡単だとは思います。で、まあ、抜けられるならばこうやってパッと抜けてっちゃうということだよね。で、まあ、火炎瓶この辺投げておいたり、サンパーがあるならサンパー燃やしておけば後ろから追撃してくるゾンビをやっつけられるということになります。で、建物の中クリーパーが結構いたりするので、探索していく場合はクリーパーに気をつけていきましょう。もしくは誰か入りそうだったら、そのクリーパーに捕まってもすぐやっつけられるように援護してあげるというのがいいかもしれません。で、これでまあ大体 OK なので、そしたら上に向かっていきます。で、ここは危ない、大丈夫だね。ここのゲートから来られると結構厄介なので、ゲートは常に閉めておくように気をつけましょう。といってここでずっと張ってなきゃいけないほどでもないので、で、上に行っちゃって電気柵ですね、この上は電気柵をとにかくありったけ手前から、両サイドの手前から置いていくというのが重要だと思います。もう2つあったので、これで最低限は揃ったということだね。で、下に行ってやられちゃうことが多いという人はもうここから動かないという感じでいいと思います。で、登ってくるゾンビとか電気、あー誰かやられてる、今助けた、あ、大丈夫か、大丈夫だあれだね、ショーだから最初にあのグレネード投げた人だねグレネード投げた人捕まってるじゃないかって話なんだけれども、まあそういうことはよくある。うん、まあ、この人たち上手いからいい感じなんだけど。で、下に降りるとやっぱ今みたいに事故が起こりやすいので気をつけましょう。で、こう上にいる限り階段から登ってくるやつらだね、それさえ気をつければいいし、あと上で守ってくれてる人が一人はいないと、電気柵がいざ砲弾が起こるって時にもう壊れちゃったりしてるので、ブルとか乗っかってると、だ、上で電気柵を守ってるというのも重要な仕事なのでね、あんまり敵は来ないと思うけれども、ちょっと安全なここでやられちゃうって、探索に行ってやられちゃうって人はここで守っているのがいいとは思います。で、気づいたんだけど、さっき最初にこのショーがグレネード投げてた人、よく見たらあのチェーンソースキンをね持ってるんですよね、なぜかまだ報酬で出てきてないチェーンソースキンを持っているので、それどこで手に入れたのって今ちょっと聞いてみたんだけど聞いてみたんだけどどうかな、なんか技があるんだよねきっと。なんかね、チェーンソースキンを手に入れる方法があるらしいんですよね。なんだけど私は、まあ、グリッチ技とかあんまり配信してる人だから紹介できないんだけど、あ、こんな感じで上からね特殊ゾンビとかをやっつけていきましょう。でででででで、スクリーマー、これでまあ博士たちを届けたらカード探しだよね、死体あさりが始まるんだけれども、あ、でもちろんね、もうここまで来た人は知ってると思うけど、このゲートの柵ですよね、あそこは開けないようにしましょうね。あそこ開けるとめちゃめちゃ難易度上がるので気をつけてください。で、あそこさえ開けなければ、この下から登ってくるやつか上から降ってくるやつしかここにはたどり着けないので、もしくは右の階段だね、階段を登ってくるやつしかありえないので、電気柵が余ってるからここに置いてあげましょう。なぜかこのさっきのショーが、チェーンソー持ちのショーがここで戦っているので、それどこで手に入れたのね。そのチェーンソースキンかっこいいね。チェーンソースキーかっこいいね。ちょっと持ち上げて何か教えてくれないか聞き出しましょう。あー、なるほどね。あー、分かった。あ、教えてくれましたね。うん、持ち上げたら教えてくれた。うん、このよいしょ作戦大事だからちょろいですね、ちょろい。うん、ちょっと持ち上げたれば何でも喋っちゃうぞみたいな感じだね。うん、Windows の時間を進めろと言ってくれてますね。あ、なるほどね。あ、チャレンジモードって時間進めるとそのステージになるんだ知らんかったあ、じゃあちょっと終わったらやってみよう。うん、なるほど、ありがとう、ショー、ありがとう、ショー、ショーを援護するこのショーめちゃめちゃ慣れてるね。ワールドボーゼットファンだね、開けない、ゼッターだね、ゼッター、海外のゼッター危ない危ない。うわ、ショーを選ぶところからアジア勢な気もするが、ピンチ的にはヨーロッパ、一体どういう人なんだ、ヨーロッパに住んでるアジア人、私みたいな感じが、うん、いい感じだね。うん、ヨーロッパに住みたいよね、やっぱりアジア人としては。これでどこへ行ったんだショー、中に入ったのか、 OK 大丈夫だね。ショーを援護するぞ、そのチェーンソーよこせ私にもそのスキンが欲しいぞ。で、まあ死体探索は大体でいいんだけど、もし外にいて余裕がありそうだったら、そのカードを渡した後外でビギンバトルになるんですね。
だからビギンバトルこっちか反対側のバスの上だと思うんだけど、ビギンバトルが出てくるのでそれを押して自分は戻るというのがいいとは思います。じゃないとビギンバトル待ってる間にまたホードが起こって特殊部隊が来てとかなるので、これだね、ビギンバトルしちゃって戻りましょう。もしマスクがあるなら、マスクがある人がやるのが安心だけれども、で外で戦っちゃうとちょっとやられちゃった場合みんなに迷惑かかるし、みんなが外に出てきて全滅しちゃったとか言うと最悪なので、まあ安全にこの中で戦った方がいいと思います。で気をつけるのはさっきの階段だね。階段のゲート開けられて登られてきちゃうと後ろから叩かれるってことになるので気をつけてください。じゃなかったらこの真ん中を山をね崩したり、左右だね、優先するのは左右で登ってくるやつら、こいつらが電気柵を壊しにかかってくるので、特に特殊ゾンビはすぐにやっつけましょう。ボーマーが来たっぽかったけど、ボーマーは下にいたっぽかったね。 OKOK。でもし一人余裕があるんだったら階段の方ですね、ゲート開けられてないかだけちょっと時々見てあげたらいいとは思います。危ないでしょ危ないでしょ、すまない、撃ってしまった、まあ、私グレポンあるからグレポン撃ってくよ。こんな感じで電気柵がね4枚あればまず間違いなく抑えてくれるので、特殊だね、特殊だけ気をつけましょう。すごい余裕があるねこんな感じでそんなに分かってる人たちが集まれば難しくないステージなので大丈夫だと思います。慣れてないとでもあれだね、階段の方がおろそかになって、せっかくこっちで山やっつけてんのにやられちゃって、なんだよって感染解除してる間に登られてみたいなことになったりするので、あそうマシンガンね、マシンガンがあると左右はやっつけられると思うので、マシンガンここに置くのはかなり重要です。 OK、 いった、ごめん、当たったかもね今爆風、大丈夫かな。今倉庫行ってるうちに終わりになるので、そしたら博士たちが部屋から出てきて勝手にここ開けて出てくので、それを援護していきましょう。博士たちがやられてもクリアになれないので、博士たちが出ていくのをちょっと守りながらね進んだらいいとは思います。大丈夫だね、一応火炎瓶は投げておく。でここへ来ればクリアと。あ今ロケットランチャー当たったら危なかった危ない、最後ちょっとナメプやめもよ、ナメプということで、まあクリアということだね。まあよかったら参考にしてみてください。特に問題はないです。最初のホードさえ越えられれば、ここは丁寧にね探索のところでちょっとややこしくなるかもしれませんけれどもね、そんな感じとなっております。それではね3面の方攻略に行きましょう。3面はでもこのモスクワステージで一番、つかこのゲームで一番簡単なステージだと思うのでね、超簡単な攻略方法を紹介したいなと思います。の影が迫る、アップできても仲間外れ、エイジ強だぞ本屋で、まぶたを閉じるチームを組んで立ち向かえ、生き残るため戦うんだ。ゾンビの波を食い止めろ、最高難易度にサイレンサーらしい、エリアの外で倒れる仲間、スナイパーの一発決める瞬間、なぜか裸の中希望を繋げ進み続けろ。緑のモクモクブースター、部屋にこもれば弾ます、仲間と共に立ち上がれ、社会